政府とは、抗議には、立法、司法、行政の各機関全てを含む国家の統治機構全体を指し、協議には、内閣と内閣の統括する官僚機構から構成される行政府のみを意味し、再協議には、内閣と、ほぼ同義である。公示園では、英米系の国家では、立法、司法、行政の総称だが、ドイツ系の国家と日本では、 内閣とその下の行政機関を指すと簡潔に解説されている。抗議、協議で線引きすると、抗議には、立法、司法、行政の各機関すべてを含む国家の統治機構全体を指す。政府という言葉は、もっと協議に用いられて、行政を司る内閣と内閣の統括する、行政機関からなる、行政府を意味し、再協議には、内閣と同義とされる。 つまり、アメリカやイギリスなどの英米方形の国家においては、抗議の意味で、ドイツや日本などの大陸方形の国家においては、協議の意味で、それぞれ用いられる語である。英語のガバメントは、究極的にはプラトンが、国家の船という隠喩的な表現にて証明した、ギリシャ語の動詞、カッパウプシロンベータイプシロン導入をメが、クバナウに由来する。同じ英語のガバメントであっても、 イギリスでは一般に行政府を指して言うのに対し、アメリカでは立法、行政、司法の三権を分立させた憲法に基づいて、連邦政府が成立した経緯から行政部のみならず、立法部と司法部も含めて言うなど、この要望がやや異なる。単語の政府は、創始の応用をおさに見える、在疎の政府、予感、同心タスク制が出展とされる。 様々な分類法があるが、その中でも、中央政府、地方政府といった分類や、一党独裁政府、多数党政府などといった分類は、比較的容いなのだが、共和制、立憲民主制、などといった政治体制に焦点を当てた分類は、様々な困難が伴う。その困難を、下の節で説明し、その後に、代表的な政府の形態と分類の節で、 比較的単純に分類できる分類法を説明する。政治学では生態の類型や分類を作ることは長きにわたり目標であり続けた。というのも政治システムの類型というのは明快なものではなかったからである。政治学の中でも特に比較政治学や国際関係論の分野で重要である。表面的には政府の形態が どのようなものか分類することは容易であるかのように見える。というのは、どんな政府であれ、一応外部に対して歌っている公式の形態というのはあるからである。例えば、アメリカ合衆国は連邦共和制国家で、かつてのソビエト連邦は社会主義共和制国家であるなどと言ってしまうことはできるわけである。 しかし、政府自体が言っていることには客観性がなく、コップスティンやリヒバックが指摘しているように、生態の定義を行うということは、油断がならないことなのである。例えば、選挙は民主主義の特徴だなどとされることがあるが、旧ソ連で行われていた、実際の選挙は、自由かつ公正、ではなく、一等制のもとに実施された。この例からもわかるように、 実際的な分類をするならば、選挙が実施されていたとしても、それを根拠に民主的な政府と分類することはできないのである。政府の形態を決定づけることの難しさは、そもそも政治体系の多くが、社会経済的な運動を元としており、ある社会経済的運動を旗印として掲げる、特定の政党によって、それらの運動が政府内に持ち込まれていることにもある。そして、 社会経済的運動というのはどれも政治的イデオロギーを含んでいる。それらの運動を推進する者が政権を取った場合や政党が特定の形態の政府と緊密な関係を持つ場合はそれらの運動も含めて政府の形態とみなされることにもなり得る。さらに理解を難しくしている背景にあるのは政治的イデオロギーと関連する統治の形態に 対して一般的に見解が一致しない場合や合理的で専門的な定義があっても故意に歪曲または偏見として捉えられる場合でありこれらは現代の政治学の本質のためである例えばアメリカ合衆国では保守主義を意味するところが他の国や地域で使われる語彙とはその用法においてほとんど共通しないことである2011年に リビューォが指摘したように、今、米国人が保守主義と呼んでいるものは、世界のほとんどの地域で自由主義、または新自由主義と呼んでいるものに他ならないのである。1950年代以降、アメリカ合衆国の保守主義は、第一に共和党と結びついてきた。しかし、人種差別の時代には、南部の民主党員の多くは、むしろ保守的な人々であった。 これらの人々は保守連合で重要な役割を演じ、1937年から1963年まで連邦議会を支配下に置いた。世界のすべての国々は次に挙げる少なくとも二つの特質を合わせた統治機構により統治されている。加えて政府の類型に対する人々の意見は様々である。いかなる政府にも常に不確かさが存在する。 最もリベラルな民主主義国家でさえ対抗する政治活動をある一つの範囲、または別のもう一つに制限する。一方で、最も先制的な独裁国家でさえ幅広い支持基盤を組織するに違いない。従って、各々の政府を分類、整理して細分化された区分に当てはめようとすることは困難を極める。古代ギリシアの哲学者プラトンは、 対話編の中で国政の五分類を提示した。これらはアリストクラティア、ティモクラティア、オリガルキア、デモクラティア、そしてトゥランニスである。プラトンはこれらの各国性に対して人を割り当て、これらが意味するところを霊称した。例えば、先制的な人は選手政治を代表するであろう。これらの5つの国政分類は一番上の アリストクラティアから一番下のテュランニズへと降りるに連れて堕落してゆく。国家の中でプラトンはソクラテスと多くの時間を過ごし彼がグラウコンやアデーマントスと共に創設した都市についての会話で述べた。対話はついに四つの国性について考えるようになった。この四つは現実に存在し連続して互いに堕落するに至る。すなわちティモクラティア。 オリガルキア、デモクラティア、そしてトゥランニスである、各国の政治体制。共和制大統領が議会から分離された大きな権限を持つ大統領と議会が権限を持つ、大統領が議会に依存した権限を持つ、儀礼的な大統領を持つ、または大統領を持たない憲法に規定された、一党制君主制、立憲君主制、君主は儀礼的で権限を持たない。 立憲君主制だが、君主が一定の権限を持つ絶対君主制、君主が大きな権限を持つ、その他軍事政権など憲法が停止されている、国臨時政府など政治体制が不明確な国、無政府地域政府は様々な基準に基づいて分類される。国全体の事柄を扱う政府は、中央政府と呼ばれ、国家内の一地域を扱う政府である、地方政府を統括する。 日本においては日本政府が中央政府、地方公共団体が地方政府にあたる。中央政府の権限は強く国家主権をすべて有しているものは単一国家と呼ばれるのに対し、いくつかの国が集まって成立した国家は連邦国家と呼ばれる。連邦国家はその形態上多くの権限が地方政府である州に留保されており、中央政府である連邦政府の権限は 相対的に小さなものとなっている。政府の経済的役割は資源配分の調整、所得の再分配、景気の安定化の三つに分類される。政府の活動は収入面と支出面の両方で構成されており、どちらも経済全体の資源配分、所得分配に大きな影響を及ぼす。政府の支出は教育、福祉などの政府消費と呼ばれるサービスと道路、 公安などの公共施設を建設する公共投資から構成されている。政府の財源には、1税金、2国債、3貨幣発行益の3つがある。政府の収入の基本となるのは税収であり、政府は様々な税金を課すことにより、政府活動のための資金を確保する。経済学者の岩田菊夫は、政府の仕事とは公共事業を除けば大部分が消費である。 税金と国債の違いは、今税金を払うか将来税金を払うかという点だけであり、それ以上の違いはないと指摘している。明治維新前後に絞った文脈では、旧江戸幕府と対比する文脈などで、明治期の日本の新政府を指すときには、明治政府と呼ばれることがある。ある国家において政府が交代した場合、基本的には諸外国はそれを自動的に承認する。 しかし、クーデターなどで非合法な政府交代が行われた場合は、その政府を承認するか否かが問われる場合がある。また、旧政府と新政府の間での争いが続き、支配が拮抗している場合、どちらか一方の政府を承認することは、内政干渉に当たるが、一地方に退りいた旧政府をそのまま、国土全域の政府として承認し続けることも、また内政干渉を構成する。 このため、政府承認そのものを内政干渉とみなして撤廃し、国家の承認に一本化する国家も存在するが、日本を含め多くの国家はこの立場を取っていない。ありがとうございます。